こんにちは、授業準備 TV の梅子です。毎日の宿題で使用するノートやドリル、子どもたちが提出物を出したかのチェックにはできるだけ時間をかけたくないですよね。提出物チェックを時短する方法はないか、提出物を出していない子どもが一目でわかるチェック方法はないか、そうお悩みの先生に向けて、今回は提出物を効率的にチェックできるアイデアを2つご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。提出物を効率的にチェックできるアイデア1つ目は、5人ずつ色分けをすることです。まずはじめにノートを出席番号順に並べて、出席番号1番から5番は赤色、6番から10番は黄色というように5人ごとに色分けをしていきます。色分けの方法は、背表紙にカラーシールを貼ったり、ノートの上側にカラーペンで色をつけるなどの方法があるため、提出物の形や用途によって使い分けていくのがおすすめです。5人ずつ分かれていることで、提出物を出していない子どもがいるグループが一目で分かりますね。また色ごとに赤色グループ、黄色グループなど分けられるため、提出物回収だけではなくグループ活動が必要な時にも役立ちそうですね。提出物を効率的にチェックできるアイデア2つ目は、出席番号のインデックスを貼ることです。はじめにインデックスを半分に切って、子どもたちの出席番号を書きます。次に右端に子どもたちの出席番号が入った A4 用紙を用意します。この時、罫線が横に入っているものを用意すると、インデックスをつける位置が分かりやすくなります。用意した A4 用紙の上の方を5センチ程度折り曲げたら、横に子どものノートを置き、表紙を開いて A4 用紙の折り曲げたところに挟みます。罫線に沿って子どもたちの出席番号のインデックスを表紙に貼っていけば、提出物チェックのしやすいノートの完成です。子どもたちのノートを回収した時に、出席番号が一目で確認できるため、誰が提出してないのかがすぐに分かります。またインデックスを貼ってある位置が番号ごとに少しずつずれていることで、ノートを番号順に並べ直さなくても提出の有無が確認できます。ノートを開いた状態で集めても番号の確認が一目でできるので、どんな提出物にも応用ができて、提出物確認の時短につながりますね。毎日行うことが多い提出物回収だからこそ、分かりやすく効率的に回収していけるといいですね。提出物回収にお悩みの先生方、ぜひ今回の実践を参考にしてみてはいかがでしょうか。今回は提出物を効率的にチェックできるアイデアを2つご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。